赤野コーチのパワフルライフ。さあ、今日も全メンタルトレーニングの赤野公明コーチをお迎えしてお送りしてまいります。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、早速今日はどんなお話でしょうか。はい、今日のテーマはですね、はい、煩悩思考と求道思考についてお伝えしたいと思います。はい、煩悩思考と求道思考。はい、煩悩はわかりますかね、エゴみたいな。はい、で求道っていうのは求めるに道と書くんですね。はい、スポーツでもですね、ビジネスでもやっぱり煩悩思考と求道思考の方がいるんですよね。うん、煩悩プレイヤーと私呼んでるんですけど、はですね、どんなに成功していても不安や恐怖が強いのが特徴なんですね。はい、で一方で求道プレイヤーっていうのは不安や恐怖を感じることは少ないんですよ。うん、でむしろプロセスそのものを楽しんでるんですね。はい、たとえ不安や恐怖を感じて震えたとしても怯えないプレイみたいなのができるんですね。ではじゃあ何が違うのかということなんですが、はい、煩悩プレイヤーはですね、やはり他者からの称賛にこだわるわけですね。あるいは報酬によって自分のモチベーションが大きく左右されます。うんうん、まあ、あるいは権力とかね、こだわって相手を任すことで満足を得ようとすると。ですので一時的な勝ち負けや結果に非常に一喜一憂すると。はい、一方で求道プレイヤーっていうのは自分の成長とか力を出し切れるかということを目標にするんですね。うん、もうちょっと言うと自分を磨くことに焦点を当てるんですよ。でいかに自分を変えていくかと。うん、で、まあ、完璧な仕事やプレーを求めますけども、完璧がないことも知っていると。でそれぞれの道を極めることを楽しめますということですね。うん、だからこそ失敗を恐れずに、目先の結果や詳細にとらわれずに大きなチャレンジができるということですね。はい、で、まあ、負けるという言葉があるじゃないですか。はい、佐伯さんはどうですか、負けるということについては。嫌ですか。ものによっては嫌です。うん、はい、でも、うん、まあ仕方がないとか、あ、また次があるとか。あ、そうなんですね。はい、じゃあ結構負けるを、はい、まあ、受け止められる自分もいると。そうですね。あ、はい、それは素晴らしいね。僕は以前全く受け止められませんでしたから。あ、そうですか。もう負ける人間もダメだみたいな思ってましたから、はい、でもね、実際負けるというのは人に負けることじゃないんですよ。うん、実は自分の心に負けることなんですね。うん、で人はいとも簡単に自分に負けることができるんですよ。はい、じゃあどちらがね、本当の勝者になれるか。でそれは明らかなんですね。やっぱり人は普通にしていると煩悩思考に陥っていきます。はい、超一流と言われるね、まあ、アスリートや経営者の方は間違いなく求道思考なんですよ。うん、やはり継続して結果を出し続けるというためには、自分の道を極め続けることの大切さみたいなことをね、やっぱり彼らは経験の中から掴み取ってるんだろうというふうに思います。で、まあ、ある著名な経営者はですね、自分の経営について手っ取り早いことが最も危険だと。で最善のリーダーとは、失敗から学べる組織を粘り強く作れるかどうかだっていうふうにね、もう表現されてます。はい、やっぱりこう一時的な失敗とか成功ではなくて、やっぱり道というふうに考えられてるんだと思うんですよね。はい、で私自身もですね、コーチという仕事なんですけども、これは道だと思ってまして、で私はこれをコーチ道と呼んでます。他にもですね、まあ、ゴルフ道、あるいは経営者であれば経営者としての道だったり、母親という立場だったら母としての道だったり、うん、人によってそういった一生かけて取り組みたい道みたいなことはあるはずなんですね。うん、で逆に、まあ、なかなかこう言ってるのは道がないんですっていう人もいるんですよ。うん、そういう方はですね、ぜひね、ちょっとこう一生かけてでも取り組んでみたいこと、そういう好きなことっていうことをまず始められてみたらいいんですよね。そういう方はやってると、いつしかそれが道になっていくんですよ。そういう生き方もありますので、ただやはりその道ということを考えて、やはり煩悩思考なのか求道思考なのかという、どちらの自分が人生を目指していくのかということは、うん、ぜひ考えてみられたらいいのかなと思います。はい、わかりました。はい、今日は煩悩思考と求道思考についてお話を伺いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。